ここのすぐそこ目の前が三の丸だったと、いうことなんですね。ちょっと特にね気になった建物があるんですけど、純正女学校って書いてますね。純正はい、というわけでスピチューブ始まります、ちょっとばかしね風が強いですけど、高橋市に来てますね、はい、でここなんですけど、この後ろに見えるのが美観地区と言われることで、有名な場所です。倉敷の、ね、美観地区有名なんですけど、このね高橋市にある、ね、美観地区、知ってる方はね本当に少数なのかなと思います、はい、今日はねこの美観地区、高橋市の美観地区をね紹介できたらなと思いまして、これからね皆さんと一緒に歩いていこうかなと思います。まあ、その倉敷の美観地区よりかは、短いというかそれほどでもないと思うんですけど、もともと高瀬舟で、行き来してたということで、まだその若干ね昔ながらの、商業の町並みというか蔵屋敷というか白壁のね、町ということで、結構ねなんか雰囲気もいい感じですね。カモはみんなで飼っている鳥です。捕獲したりいじめたりしてはいけませんと。カモがここにいるのかな。この谷川は備中松山城の外堀で橋を渡ると、城内三の丸であるということで、このすぐそこ目の前が三の丸だったと、いうことなんですね。で、ちょっと特にね気になった建物があるんですけど、岡山県指定のなんですけど、高橋キリスト教会、教会堂、明治12年1879年、からということで長いですね。ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。
はい、というわけでキリスト教のね教会に出てきたわけですけど、まあ、この明治からあったというのは、ね、すごいなと思いますね。カモがいますね。暑いんで下でゆっくりしてるということで起こしちゃったかな。近づいてきますね。おいでだいぶ近づいてきますね、これ。純正女学校って書いてますね。純正女学校があったのかな、ここは。というわけで皆さんお疲れ様でした。今日はね高橋市の美観地区というのをねご紹介しましたけど、また倉敷とは全然ねイメージというか、内容もねガラッと変わっていて、その城下町のその、まあ、町並みのエリア、まあ、その当時、そのお城がね栄えた時代、この辺にねその美観地区一帯は多くの、ね、商業施設があったということで、まあ、この後ろもそうなんですけど、学校があったり、そういう、主要な場所だったということで、美観地区、高瀬文がね、よく行き来してたという場所だったということですね。はい、今日はこんな感じでお伝えしましたが、またね興味ありましたらぜひ、行ってみてください。はい、それではありがとうございました。失礼します。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。